スーパーチャットのお礼ならミルクちゃん入れてあげてもいいのでは。あー、なこに、ちょっと待ってて。あ、画面の前に立たれると、ちょっと見えないんですよ。すいません、ミルクさん。あー、今度は動くカーソルに今興味を示している。ということでね、あ、ちょっとね、ミルクがあそこにいるせいでラミーは固まってしまいましたけれども。ちょっと、どいてもらってもいいですかね。あ、いいですか。あー、すいませんね。すいませんね。ちょっとちょっと、まだちょっと、あ、画面気になっちゃう感じですかね。サブ PC で猫が好きそうな動画を流す。何が好きかな。猫が好きな動画。あー、猫が喜ぶ動画。生きてるように動く紐を30分。あ、ありましたね。これちょうどいい。あっ、危ない。あー、夢中です。これ夢中ですね。猫、どうぞ見ててください。これ大画面にしとくんで。チクピーさん、ありがとう。あー、何やってるっすか。何や、大丈夫っすか。滑ってテーブルから落ちかけてましたけど、ミルクさん大丈夫ですか。ちょっと今一瞬びっくりしたんじゃないですか。床があると思ったらなかったんですか。どうなんですか、答えてください。床だと思ったらそこは床ではなかったそうです。にゃーって言いました。なんですか。なんかどこかで泣いてます。何ですか。ああ、若干さっきのがトラウマになってますね。踏み外したのが。いつもなら、もうどかしても、すぐ乗っかってくるのに、登ってこなくなった。そうやって学んでいくんやで。猫の先輩がおる。かわいいな。ミク、ミクおいで。怖かったの。怖かったの。かわいそうにね。怖かったね。ああ、怖かったって。怖かったのか。そうなの。ということで、少々お待ちください。トラウマになったようなので、ちょっと向こうに置いてきました。ラミーちゃんがミルクちゃんに話しかけてる時の声めっちゃ好き。え、そんな変わんなくない。変わんなくないか。お母さん味ある。え、マジで初期ラミーよりママ味があった。俺たちへの当たり方と違うよね。ねえ、そんなこと言わないの。なんでそんなこと言うの。いつもみんなにも優しいでしょ。